こんにちは。 iHub 購入品紹介の20回目をやっていきたいと思います。今回の購入品は全部で11点です。始めます。はい、じゃあまず最初はこれです。エデンのみりんを買いました。日本で買うよりは割高なんですけども、海外で売られてるみりんがどんな感じなのかなと思って興味を持って買ってみました。ちょっと味見してみようかなと思います。ちゃんとこういう風に内蓋ついてますね。甘じょっぱいですね。うちで今使ってるみりんはこれなんですけど、三河みりん。これは焼酎の味ともち米っていうかね、お米の甘さの味を感じるって感じなんですけど、これはしょっぱみも感じます。不思議。なんか今までみりんだけでしっかり味見してできたりしてなかったので、他のみりんの味がみりんの味ってこれってパッて思い出せないんだけども、こんなだったっけ。美味しいけどちょっとなんか不思議ですね。あ、ここ書いてるわ。ポーターオーガニックライスシーソルト麹って書いてますね。こっちの三河みりんの方の原材料を見ると、有機もち米、有機米麹、有機焼酎ってことで、で次がこれです。ビーガンマック、エイニーズアニーズのビーガンマックのチェダーフレーバーのマカロニです。 ESDA オーガニックです。ビーガン夫婦の小さなチャンネルさんで見て、あ、食べてみたいと思って真似して買ってみました。これは茹でて食べるタイプなのかな。でこれと一緒に買ったのがこっちのリアルエイジドチェダーマカロニ&チーズ。これはね、どうやら電子レンジで作れるタイプらしいんですよ。大きいんですよね、5個入ってる。これも買ってみました。なんかこういうアメリカのホームドラマとか映画とかでこうマカロニチーズって私生きてきて食べたことがなくって、ちょっと興味津々でね買ってみました。こっちは USDA オーガニック認定だしビーガンなんですけど、でノン GMO って書いてるけど、こっちは特にそういう表記はないですね。こっちの方が多分ジャンクな感じなのかな。リアルチーズって書いてるしね。でもどっちもオーガニックなんですね。味付けの方が違うのかな。リアルチーズって書いてるから、まあいいや。すごい楽しみにして買ったのでこれも食べてみたいと思います。動画にする必要あるかな。マイクロウェーブイン3ミニッツって書いてある。3分でできる。食べてみようかな、今作って。ちょっとお腹空いてるんですよね。食べてみよう。こういう感じでちっちゃいパスタとこういうチーズ味の袋が入ってます。すっごいお湯こぼれた。ちょっともっと大きい器に入れてやった方がいいんですね。これ多分ちっちゃすぎた。うわー、いい匂い。なんかチーズのお菓子みたいな、あ、うまい棒のチーズみたいな匂いする。絶対これ器のサイズ間違えたな。簡単ジャンクな何かが食べたい時にはいいですね。ちょっと待って、そんなに絡まらないんですけど。チーズが一瞬で溶ける感じではないかもしれない。でもすっごくいい匂いがする。ちょっと食べてみます。いただきます。しょっぱジャンクジャンク、すごい。こういう感じなんですね、初体験美味しい。すっごいしょっぱいけど美味しいですね。チーズが大好きなので食い意地が張ってるからな、すぐ食べちゃうな。あっ、しょっぱいけど美味しい。お野菜入れた方がいいかもしれないですね。玉ねぎとかジャンク感も緩和されていいような気がします。キノコとかね、だいぶ結構しょっぱいので、もうただただ単純にチーズ味って感じなのも食べやすくなるんじゃないかなと思います。3分でこれは美味しいですね。いい感じです。次はこれです。スムースクリーミーミルクチョコレート 48% ココア。これなんていうところのかな。エンダングリ
縁談読めない To learn more about the sea otter and our promise なんか動物愛護のシリーズなのかな。ノン GMO でフェアトレードですね。そろそろ多分チョコレートこれもう買えるの最後の方ですかね。このシリーズもすごく美味しいって書いてたので、木のイラストみたいなのが入ってます。ここはちょっともう柔らかくなってます。いただきます。うん、美味しい。普通にめちゃくちゃ美味しいチョコレートって感じです。チョコラブのチョコばっかり結構注文してしまう感じだったんですけど、今までまた秋が来たらここのをいろいろ食べてみたいなっていうぐらい今これすっごい美味しいです。はい、美味しい。で次はなんて読むんだろう、チムス、チャムス、わかんない。トーステッドココナッツハードトフィー with シーソルト、キャンディーかな、トフィー、グルテンフリー、ビーガン、ノン GMO のおやつですね。これは今回2つ頼んで1つはお友達にあげようと思って、私も初めてなんですけど1つは自分用ということで買ってみました。これすっごいパッケージが可愛いから、なんかいつも目につくから気になって買いました。あ、一個一個こうやってココナッツハードトフィー、あ、写真より色が薄い。いただきます。私飴舐めてられない、ダメなんですよね、噛んじゃうんですよね。おいしい。これなんかあれみたい、ウェルターショーオリジナルみたい。さっきあの CM、 私はおじいさんに愛されているんだなと思いましたみたいな。違かったっけ、なんかそんな CM ありましたよね、あれみたい。うん、シーソルトだからちょっとだけしょっぱくって、ココナッツ風味もふわーって優しく、強くないですねこれ。ココナッツほのかに、これ美味しい。これね、多分ココナッツ好きな人すごい好きなんじゃないかなと思う。本来ガリガリ食べるものではないと思うんですけど、あ、美味しい。これは良かった。これは多分友達も喜んでくれると思う。これ買って良かった。次はこれとこれをね買いました。アルタエコの USDA オーガニックでフェアトレードのココナッツのお菓子ですね。これもヴィーガン夫婦さんのチャンネルですごい美味しいって言われてたから、食べたいと思って私も注文しました。味はもう一つ3種類全部であって、多分私が注文しなかったのはチェリー味だったような気がします。私が買ったのはこっちがシーズ&ソルトで、こっちは普通のオリジナルっていう方ですね。なんでパッケージが違うのかな、違うくはないか、違いますよね。じゃあちょっとオリジナルの方から食べてみようと思います。うわ、もうね見るからに美味しそうな気がする。これいただきます。うん、これ美味しい。美味しい。ん？オリジナルの方もなんかちょっと塩気は感じる気がする。うわ、美味しい。これあ、汚くなった、やだな、やっぱりハサミで切るようにしよう。食べてみます。いただきます。美味しい。これクランキーソルテッドパンプキン&サンフラワーシーズジョインザダークチョコレートトーステッドココナッツパーティー、めっちゃくちゃ美味しいけど両方すっごく美味しいやつだ。これもなんか友達にもあげたくなるような美味しさしてる。あ、今日全部美味しいっていうか、まあいつも全部美味しい。これはまた頼みたいというか大事に食べよう。次はこれです。ベレダのボディ&ビューティフルオイルコレクションです。これも友達にプレゼントしたくて注文しました。アイハーブで割と一番有名なぐらいのプレゼントに向いてますみたいなんじゃないかなと思うんですけど、中には6本入っていて、バーチ、アルニカ、ラベンダー、ワイルドローズ、シーバックソーン、ポマグ、これザクロ、これはなんかさっき調べたんですけどグミ科の一種の植物らしいですね。お友達にあげようと思って頼んだので開けることできないんですけど、すごいいい感じがする。いろいろ試してみるのにも本当にいいと思うし、そのお友達すっごく旅行が好きなので弾丸で海外に行ったりとかすごい旅行をしまくるタイプの友達なので、ちっちゃいものってすごく美容が好きな子だしいいんじゃないかな
なと思って買ってみました。はーい、喜んでくれそうな気がします。これはね、自分用なんですけど、お試し価格になってたのでインスタナチュラルのセラムを買いました。ビタミン C セラムですね。すごくこれ人気が出てきてて気になっていたんですけど、ちっちゃいお試しがあるんだなと思って今回注文してみました。ただ本当にすごくちっちゃいので、なんかお試しだと逆に損した気持ちになっちゃうかもしれないなっていうぐらいちっちゃいですね。おう、爪が怖い、爪が怖い。あ、予想外の入れ物だった。すっごいちゃんとしてる。おお、こういう感じ？知らなかった。なんか匂いはね、少しだけなんかすっきりした感じの香りがするだけですね。少しとろみがあって、あー気持ちいいな、これすっごい良さそう。これちょっと大きいの欲しいな私。これまんまとお試しのに効果がすごく出てますね私にお試し使って大きい方を買うみたいな。でも今ちょっとまだあの何でしたっけ、黄色いやつ、あー人気のやつ、あーもう名前出ない、常に名前出ないからちょっとわからない。持ってこようか。これこれこれ、マットヒッピーね。マットヒッピー今まだ全然使ってて、残ってるっていうか、残ってるどころか先月ぐらいに開けたからこのくらい入ってる気がするから、マットヒッピー使い終わったら次インスタナチュラルにしてみようかな。このラベルっていうかボトルのデザインもインスタナチュラルの方が好きだな。良さそう。これもね使っていきます。あとロゴナのリップバームも買いました。これもねお友達にあげようと思って2つ買ったんですけど、ちょっとパッケージが1つはすごい綺麗に届いて、一つは結構ここがぐちゃってなっちゃってたので、ちょっとこっち自分用でこういう感じの入れ物に入っています。ローナはもう安定の信頼のおけるメーカーだと思うので買いました。ちょっと開けてみようか。これって押し出す感じ？うん、もうロゴナの安定のって感じです。はい、これも使っていこうと思います。これも友達喜んでくれると思います。はい、で最後がアルバボタニカのハワイアンディープコンディショニングミニッツマスク、ヘアマスクですね。ココアバター、私があのアボカドのヘアマスクがすごく好きで何年もリピートしていたんだけど、フィーノに気持ちを奪われて最近はフィーノを使ってるっていうのは、最初の方から見てくださってる視聴者さんとかはもう知ってるよって感じだと思うんですけど、フィーノじゃない何かを新しいの試してみたいなと思って見ていて、あ、アルバのヘアマスクも人気なんだなっていうことを知ったので、これをね買ってみました。トゥルントゥルンになるっていうレビューを書かれてた方もいたから、新たな挑戦ですね。おお、肌色っぽいようなクリーム色っぽいような色です。なんか香りはココアバターって感じ。アルバボタニカのパッケージって昔の私たちが若い時のギャルの子たちがなんかこうこういうハイビスカスみたいな感じのね世界観なデザインにちょっと見えるけども、私はもっとシンプルな方がデザイン的には好みなんですけど、なんかそういうパッケージから想像させられそうなトロピカルな感じの香りでは全くなく、もうココアバターの香りがふわっとするぐらいですね。そんなに強烈な香りでもない。これちょっと楽しみですね。よし、これもね使っていきます。またレビュー出しますね。はい、ということで20回目のアイハブ購入品紹介はこれで終わりです。いかがでしたか？アイハブも結構たくさんレビューできましたね。でも100回を目指して頑張ろうと思います。本当かなそんなに買える日が来るかな。100回とか来るか。今回は結構当たりだったかなと思います。お菓子も全部美味しいですよっておすすめできるし、これはまだ開けてないけどね、この辺は本当にすっごく美味しいなと思いました。ロゴナのリップとかね、ベレダのボディオイルとかは安定の人気の高いものなので、このもうインスタナチュラルもすごい良かった。今回は全部良かった。はい、
なんか最近本当にずっと当たり引いてるような気がします。次の動画は何の動画になるかもう全然予定がないんですけど、ちょっと今月来月お仕事のペースと YouTube のペースのバランスがどうなるかな、あんまり YouTube の時間ないかもしれないなぐらいの感じなので、ゆっくりやっていこうと思いますので、またアップした時にはぜひ見てください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。